公述する大津事件の際には、大審委員長として、司法権の政治部門からの独立を守り抜き、御法の神様などと高く評価された。後に、貴族院議員、衆議院議員、近景官司向。陽名は、宮尾二郎、長寺手頃兵衛、あるいは、建造とも称した。小島意見は公述する脱藩を機に用い始めた仮の、なで、小島はこれを修正用いた。 名前は、これ方、意見以外にも、これ金、ね、などとも呼ばれる。号は、天社、字は優秀。小島意見共造天保8年に、伊予国宇和島城下で、宇和島藩士の金子おもんみ明の次男として出生したが、幼くして、聖母と性別したり、里子に出されたり、蔵主屋で奉公したりと、安楽とは言えない、幼少期を送った。少年期。 久保田清音から免許改伝を認められた久保田派民阿流剣術師範、たとあじ、家門の道場へ入門、大阪財界の大立役者となる土井道夫と剣術修行に励む。慶応元年に長崎に赴いて坂本龍馬、五代友厚らと信仰を結んだ。慶応三年に脱藩して京都に潜伏し、金納派として活動した。母親戦争にも参戦した。 1868年に出資し、新潟県御用係、品川県省三事を経て、1870年12月に、司法省に入省。名古屋裁判所長、長崎高訴裁判所長などを経て1883年に、大阪高訴委員長となった。1891年に、大審委員長に就任する。 同年5月11日には訪日中のロシア皇太子ニコライが警備に当たっていた巡査津田三蔵により襲撃され負傷する大津事件が発生した。被告人である津田は退逆罪により大津地方裁判所に起訴されたが総理大臣松方正義ら政府首脳が退逆罪の適用を強く主張していたこともあり大臣は事件を自ら処理することとした。 これに対して、小島は、津田の行為は、大逆罪の構成要件に該当しないとの信念の、もと審理を担当する、津見正美裁判長、以下7名の判事一人ずつ全員を説得した。結局、大審院は、津田の行為に暴殺未遂罪を適用して、無期時計を宣告した。司法権の独立の維持に貢献した小島は、 ご法の神様と日本の世論から高く評価され、当時の欧米列強からも、日本の近代化の進展ぶりを示すものという評価を受けた。しかし、司法権の独立とは、単に政治部門は裁判所の判断に干渉できないという司法権の外部からの独立のみを指すのではなく、裁判官一人一人が、同僚や上長からの干渉を受けることなく独立して、 判断できるという裁判官の判断の独立も含まれている。この観点から、小島は、司法権の外部からの独立は守ったが、反面、裁判官の判断の独立を自ら侵害したとする見方もある。1892年6月、向島の町合で、花札賭博に興じていたとして、小島を含む、大審院判事6名が告発され、 時の検事総長、松岡康子はから、懲戒裁判にかけられた。翌7月に、証拠不十分により免訴になったが、小島は1894年4月、責任を取らされる形で、大審院を辞職した。その後、貴族院直選議員、衆議院議員などを歴任。1908年、引頭結核の試し去。去年72、 小島江建造大辻県前年の1890年3月10日、本席を北上郡今村から内海村大技内海586番戸に移している。なお、道村主の川には小島の姓が多いこと、父をもんみ、明が金子家に養子に入る前に一時赤水の豊島家の養子に入っていたことなどが、 小島生を名乗ることにつながったのではないかという説もある。小島は新島城と信仰があり、長男小一郎と老いの尾形徳一郎を同志社英学校に学ばせたほか、大阪での同志社の募金活動に便宜を図ったりもした。また、1886年には、関西法律学校創立を参上し、名誉公員となったことから、共造の設置など、 今日の関西大学では事実上の創立者に準じる存在として仰がれている。また、日本法律学校の設立表議員も務めた。ありがとうございます。